クリップ、下宇佐大地、日立大地周辺の地形図下宇佐大地は、千葉県北部一帯にかかる大地。江戸川改作によって切り離されているが一部を埼玉県東端にまたがる、旧下宇佐国の大地であり、北総大地とも呼ばれるが、場合により、旧和佐国の大地部分を含むこともある。千葉県北東部の成田市や香取市を中心とする大地、千葉県北西部の野田市など、 江戸川沿いから船橋市にかけての大地、埼玉県東端の佐幌市、北勝鹿郡杉戸町及び春日部市など江戸川沿いの大地に大別され、香取市や香取郡等の省庁などの利根川沿いでは50メートルを超えるところもあるが、標高は概おおね20から40メートルであり、なだらかな起伏が続く大地である。第4期の下宇佐総軍の上に関東ローム層が退席した。 なだらかで安定した地層であり、南側のカズサ層群が露出している、房総丘陵とは、地質的に異なっている。旧カズサ国である、市原市や木更津市などの大地の部分も含めて、下宇佐大地と呼ばれることもあり、また両層大地と呼ばれることもあるが、一般的ではなく、利根川を挟んで北側にある、日立大地と合わせて、上層大地と呼ぶことの方が多い。 小金木の全体地図円辺部は侵食により樹脂状の無数の谷が切れ込んでおり谷津源が開かれた。しかし大地の奥の部分は生活用水の入手が困難なことから集落はあまり形成されずに原野が広がっており江戸時代には小金木や桜牧などといわれる江戸幕府の馬の放牧地が広がっていた。明治時代に入るとこうした原野は 陸軍の施設や五両牧場として開発され、また反石放管によって、失業状態に陥った氏族らに大規模な開墾を行わせるために、この大地の各地に入植させた。13の入植地にはそれぞれ開墾の順序により、新しい地名が付けられた。小金牧、桜牧の開墾地災害へのリスクヘッジとして、金融機関などの拠点が増えている昨今では、 なだらかで安定した地層であることが利点となり、東京都の都心に近い地域では都市化が急速に進行している。また、関東平野の中で活断層がなく岩盤が強固とされることから、宅地開発事業も盛んに行われている。インバ地域でも、千葉ニュータウンや成田ニュータウンのように、多くの団地や成田国際空港などが、千葉ニュータウンでは災害へのリスクヘッジとして、 大企業や金融機関などの拠点が増えている。果樹園や畑など作物に適しているため、インバ地域では、梨ブドウ、キウイフルーツ、クリスイカ、落花生、里芋、サツマイモなどが栽培されており、白石の梨や富里市のスイカ、八幡市の落花生などは特に有名である。八幡市周辺では、強風が吹くと乾燥した畑の赤土が砂ぼこりとして舞い上がり、 下宇佐の砂嵐は強い南西風が吹く春先の風物詩となっている。砂嵐を防ぐために造成された三部杉の某風林と落下ぼっちは八街市周辺における特徴的な農村風景として文化庁の農林水産業に関連する文化的景観に挙げられている。ありがとうございます。